お疲れ様でございます YouTube 活動頑張ってらっしゃいますか皆さん YouTuber を目指して収益を目指して頑張っていきましょうでね今回 YouTube のコメントっていうのがあるでしょこの私たち YouTuber がコメント欄をオフにしてコメントを書けなくしたりもしくはねコメントを書いてもいいんだけども変なコメントが動画の下の方に並ぶの嫌だから一応確認をこちらの方でして 削除するか、それを改めて一般公開するか、こっちでチェックさせてもらいますよっていう項目があったりします。さらに、もうコメント書いたらそのまま即に表示するようにしますよっていう設定があるんですよ。こちらの方についてちょっとね、解説しようかと思います。非常に簡単です。ちょっと私の画面を外に放り出しますね。まずはこれがあったら邪魔なんで。はい、行きますよ。これ私の YouTube の画面なんですけども、まずはね、YouTube Studio にログインするために、この アイコンをクリックして YouTube Studio 行ってください。はい。そうすると通常他の人では見ることができない YouTuber さんの自分のアカウントの内部事情がわかります。ね。チャンネルの違反回数私チェックがついてますね。やばいですね。はい。まあこれはいいとして今度はね、こちらの方です。一番左にあるところでえコンテンツをクリックしてください。コンテンツを。そうすると私のアップロードした動画が あの全部並びますこれは一般公開も非公開も限定公開もですでこの中で例えばねこの一番最新の動画についてチェックしたいなと思ったらここのサムネイルをクリックするんですねでさらにコメント欄の,あの設定ですからずーっと下の方に行くわけですよそうすると下の方にねすべて表示っていうの,があの分かりますこれすべて表示これをクリックします はい、そうすると、さらにね、こういうのが下に伸びていくんですね。折りたたむとこれが全部消えちゃうんですけども、こういう風にして、あの、詳細設定ができるんですよ。こんなのね、人に教わらないと知らないですよね。<laughs> ほんと、どこまでね、YouTube の機能って奥深いんだと思っちゃいます。えー、その中で、コメントの、この設定ですよね。ずーっと下の方に行ってください。ずーっと下です。ずーっと下。そうすると、コメントと評価ってのがやっと出てくるんですよ。その中に、 コメントをオンにするのか、一時停止するのか、コメントを書いちゃだめですよっていうふうな吉谷さんみたいにするのかっていうところを分かれます。さらに、さらに、コメントを書いてもいいというオンの中には細かい設定があります。ここに、下の矢印がありますんで、ここをチェックしますよ。そうすると、コメントを保留しませんよってところにチェックが入ってます。これ、私の場合ですけども。この場合、保留とか、YouTuber のチェックなしに、書いたコメントは即表示されます。 これが一番ストレスフリーなやり方です次は標準です不適切な可能性があるコメントを保留するだから人をバカにするような言葉とかなんかネガティブなね表現とかがあった場合はそれがあの YouTube の方がねこれ確認して一応ここにね止めておいてくれるんですよで YouTuber 自身がチェックしてあこれはちょっと出せないなと思えば非表示とか削除するってこともできますしあこれは自動的に判別してくれたけど問題ないんじゃないの ということなら、ここで改めて表示を手動でするということになります。さらに、コメントの設定、強っていうのがあります。ね。不適切な可能性がある多様なコメントを保留する。これもだからね、標準とちょっと似てるんですけども、それはもうちょっと厳しくしたやつですね。例えば、そんなバカなって書いてあるじゃないですか、例えばね。そしたらバカに対して反応しちゃったりするんですよ。いや、そんなバカなっていうのは別に人をバカにしたわけじゃなくて、慣用句じゃないですか。 でも、そういうのすら止めるみたいなとこですよね。で、最後は、どんなコメントも保留しますよっていう、まあ、そういう,うポッチですよね。多分ね、このすべて保留になってる方って多いんじゃないかなと思います。そうなると、コメントが入ったことを気づかなかった場合は、なんかずっとね、コメント書いた人が、返事がないな、返事がないなみたいになっちゃうんですよ。それで改めてチェックしてみたら、あコメント書いてくれてたんだ、でも3ヶ月も前じゃん、これ、みたいな感じで、あの適切なやり取りがね。 できなくなっちゃう可能性があります。ということで、私の画像が戻ってきました。ええー、と、お分かりいただけたでしょうか。で、これが全部設定し終わった後で、今これね、こういう風になってますけども、この保存っていうのがまた青く光りますんで、その場合、設定を変更した場合は、この保存を押して、確定してくださいってことになります。よろしかったでしょうかじゃあ。